はい、次はね、反対側。こっちがね、一番まずやばい刃を取るの。はい。ここはね、本当にね、まあ、オーブが薄いっていうのも確かなんですけど、こうやってね、本当に多いんですよ、単独が。走ってるのが。まあ、ちょっとの霊感のある人だったら、本当わかると思います。たっちゃんの今の目で何人ぐらい見えてます？12、3人。多いな。多いな。それもね、すごいのが、うん、統一して、赤黒い鉢巻きをしてます。ああ、味方と敵を間違えないようにちゃんと組織化されてるんだ。ですね。もうでもね、僕ね、もう怖くて怖くて今。今言ったその12、3人の方々は全員こっち見てらっしゃるんですか？そうですね。あら、まあ、まあ僕らを見とるっていうわけじゃないんですけど、ああ、まあここに来る獲物を見定めてると。そう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 、それが僕の目に見えてるだけで、別に僕らを見てるわけじゃない。だけど僕のことは感じてる。ほうほう。だけどあなたのことは見えてないんですよ。お、無理が襲われる心配なし。そうですね。だからもうさっきからパチパチパチと。じゃあこのラップ音はカッチャーへの警戒音なのですね。そうですね、うん、もう僕ももうさっきのホルスとの戦いでちょっとね、霊感が働かないっていうか、ちょっとホルスでちょっと使いすぎましたね。これだっけ、なんか問題のあれ。そうです、これはね、こっちか。これがね、一番怖い、一番何とも言えない場所なんです。いらっしゃいます、そのなんか、はい、はい、これ皆さんここにね、まあ体操座りをしてるっぽく見えるんですけど、うん、うん、切腹なのかお腹を切られたのかわからないけど、女の人がここにいるんです。まあ切られたんだろうな、切腹で体操座りはないわ。ね、成仏していただけて天国行ってもらえますように。だんだんパチパチが大きくなってきました。なんか上の方でパチッとなったんですけれど、うん、ここは本当にたまりそうな女性が一人いますね。他被害者はそんな、なんていうの、かっちゃんの目に見えてないんですか？他の被害者っていうか、そういう、いや、被害者っていうか、なんか知らんけど、うん、土がかぶさって、みんな死んでる人はみんな埋まってるんです。やっぱりここ大々的に工事してらっしゃる。大体工事されてる。それか上から積まれてるか。だけどこれセメン張ってるんですよ。こっちは岩なんだけど、こっち人工のセメンが張ってるみたいな感じなんです。ほうほう、うん、これね、触るとね、セメンなんですよ、多分。今日雨降ったせいか、ちょっとなんか色ぐちゃぐちゃやもんね。いや、真上からパチって言うね。そうね、真上から聞こえてくるね。恐ろしいな。そしてここにね、多分親方さんなんだろうね。お、棟梁がいらっしゃる。棟梁だろうね、このへこんだところあたりに。こんにちは。こんにちは。お前は俺らの声が聞こえるのか。はい。はい。聞こえます。
西暦何年？2024年って話？2024年か。4。2024年。はい。皆さんの年号は？そういう学力を学んでないって。でしょうね。だから盗賊やってるんですもんね。それはさっきの話で分かってた。え、そういう、うん、そういうのは分からない。そういう勉学の知識ないからその盗賊っていうね、その人を襲うっていう。だからただ西暦を聞きたかったって。分かるのですか。2000年。ということは、はいはい。桜が何年か分かんないんです。すみません。分かる人はいませんか。でも、この通りって江戸もあったの？下手をするとここ、うん、源氏とか平家 の、 平安京の時代ぐらいからあるです。それぐらいからこの東北のエリア、東北じゃねえよ、うん、こっちのエリア来るのに使ってた道になってるので、だから時代の特定ができないんですよね、むしろ。ただかっちゃんの話が、ね、この人の話からいくと、うん、ここ徳川家康みたいなやつが通ったの？多い的が多い。割と通ってんねん。え？有名人が通ってる？行列で。行列タイプか。うん。馬とか兵士をいっぱい連れてここを通った時になんかかなり殺されたらしい。討伐に来てるってこと？ってことはなんだ？一瞬平家のさ方もさ一回軍連れてここ来てるんだけど違うな、もっと、いや様々なやつがね、今なんか石が落ちたかのかっていうぐらい大きな音しましたけど、なんか当時の有名人の名前とか覚えてませんって言えない。一人は、ああでもそう、でも分からないって、とにかく襲うことしかないっていう。でも葵の御紋は見ちゃって、ああ徳川、うん、葵の御紋と葵の御紋と、あとこの人は違うな、こっちは新しいですね。新しいぞ。ここ新選組、はいはいはい、ったの。新選組は基本的に京都にしかいないはずだが。誰なんだ、どんな格好してはるとか、なんかヒントくださいませ。新選組、身風呂の頃、日本を、うん、日本を変えるって言ってわめいてた人がいる。さあ皆さんは今どの時代だと思ってます？いろんな時代の人がいる。帰れ。いつの時代にも言われるな。すごいな、帰れって。だけどさっきの親方は、うん、江戸か、まあいわゆる徳川が平定してる時代ってことっすわな。わしは葵の御紋とお花の御紋、お花がなんか書いた。本を説明してくれ。被害者側で喋れそうなのいないですかね。あ？
被害者側だったらある意味知識ある方がいらっしゃるのではって思ったけど、だから死んでるから分かんねえんだよ。ああ幽霊になってももう死んでる。だから魂がないんだよ。おお、うん、亡きがらだけって感じ。で今後ろからついてきてんだよ。どなたが？振り返っていいやつ、それ振り返ってもいいんかな。どなた？なんだろうな、女性じゃないかな。監督みたいな格好した女性やと胸が見える。まあ、うん、子供を捨てるのにね、男も女もないからね。そりゃ女の子の捨て子もいらっしゃったでしょうけど。帰れっていうね。なんでやろ。ここから空気が、やっぱあそこのとこやっぱ冷たいな。そうですね、ちょうど抜けたとこですな。これでもう終わって、上下見てきました。ね、もう古い街道としては多分一番古いんじゃないかな。東海道よりかも古いんじゃない、ここ。まあそのいわゆるその歴史的なものが、うん、看板が立つより前から使われてる道なのは間違いないですけど。間違いないですね。本当にいろんな種族がいますから、ここに種族、うん、まあでもやっぱりそういうその昔の方ばっかりですか。その現代人風な人はいない。現代人風の人はいないですね。だ要するに明治からもうほぼ海賊と、その三族っていうのはいないみたいですね。うん、っていうかほぼ殺されてます。全滅させられてます、はっきり言いますが。あら、まあ盗賊の方々が。はい、盗賊狩りっていうやつらが現れたみたいですね。銃とか使って、うん、がっつり戦国時代超えたな。全滅してますね。容赦なく子供もすべて。悲しいですね、うん、やってることは正しいけど、まあグロいことやっとんな。そうだね、政府か何かだもんね。